そうそう、僕がね、はい、長尾と一緒にこう、トレカンやった時に、はい、そう、俺も女装やりたくないと。西畑は女装したくないんだと。いやいや。誰かに譲るっていうので、トワを選んだんですよね。いや、トワやったら絶対可愛いと思うね。でも、いや、大悟くんの女装人気じゃないですか。いや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 、もうさ、もうやめよう。だって22よ。22。もっとさ、若いピチピチな子らはいるわけ。みずみずしい子たちはいるわけですよ。はい。でも、その中でこう、やらされる、マイジャニーであ、マイジャニーさんね、マイジャニーさん、はい。特にマイジャニーさんですよ。もう、どうにかしてくれよと。そろそろ男側にかしてくれよって思うわけですよ。だからそこでこう、後を継ぐのはトワとかなのかなっていうので、どう、うん、こう、やってみたいとか、やったことはある？まず。女装ですか？女装。雑誌の企画とか。いや、多分ないですね。ないんか。はい。じゃあ、このマイジャニーさん、聞いてますか？マイジャニーさん。狙い目ですよ。初めてもらいますよ。ねえ、マイジャニーさん。いや、俺も見たいですもん。とはどんな感じなんですか？やってる側からして。なんか、俺もそれこそ、やり始めはめっちゃ嫌やってん。もうやりたくない、やりたくないと思って、カツラ被ったら意外に可愛くて、めっちゃ可愛いやんと思って。そうですね。で、そこでテンション上がって、やってたけど、はい、もう最近さ、やってたらさ、あんま似合わへんくなってきてんよな。ちょっとやっぱり骨格とか、体とかが男っぽくなってきたから、あの時は華奢やったけど、今ちょっと男っぽくなってきたから、合わへんくなってきてて。じゃあ、ね、若い子たちに、こうやって受け継いでいくのがいいと思うね、俺は。だから俺は、トワにやってほしい。じゃあ、絶対可愛いもん。次からってなったら、僕と長尾くんの二人体制とかに、うん。そうやね、そう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 。とりあえず、女装したら言って、撮影しに行く、俺が。はい。撮影しに行って、それ待ち受けにするわ。こんなこと言ったら、またあれで変態って言われるよね。いやいや。はい、変態でございます。よろしくお願いします。